続きまして、ブルーいきます。ブルーの見えん、ちょっとメンソールっぽいですね、なんか。なんだこれ。ちょっと何味なんだろうな、これ。これちょっとわかんないですね、ブルー。メンソールなのかなんだ。何味なんだ。いやちょっと未知ですね、これ何味なんでしょう。初体験です。初めてのブルーブルー、君とブルーブルーです。ブルーレット置くだけ、ブルーレット吸うだけ。結論から言いましょう。よくわからない。まあ強いて言うならば、強いて言うならばこの銀の方ががっつりくる感じで、こっちはちょっとまろやか、ちょっとまろやかな感じですね。うん、一番こっちががっつりですね、多分。これががっつりで、これがまあライト的な感じじゃないですか、これ。うん、これ多分ね、ライトですね。ライト、中堅、おそらく。おそらくこれ中堅ですね。僕はね、一番ミントがいいですね。うん、一番最初にこれを勧められた社長さんが吸ってたのはミントなんですけども、ミントが一番いいですね。ミント ディシングネンダ年で、英語読めないんですよね。あ、終わっちゃった。終わりました。終わりましたよ。ディシング粘土。あ、メディア、粘土。メディア、うん、ミディアム。ミディアムってことかな。粘土。ちょっと読めない。調べときます。こっちが、ディシング、ん？一緒やん。一緒やん。違うな、あ、これじゃないな。あれ、これ書いてないな。え、これわかんない。
ここはメンソールって書いてあります。これはメンソール。メンソール、ここにメンソール、ここにメンソールって書いてある。ここにメンソール。ここにミントって書いてある。ミント。ミント。ここ。これですね。ミント。ブランダンランジロー、ライブロー。よくわかんない。長い、これ。これ何も書いてない。はい。まあ僕の見解で言うならば、まあ今、マルボロからね、この、アイコスシリーズ、4つ出てますけれども、4つね。はい、4つ。全部検証した結果、僕が好きなのは、メンツ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 、メント。こいつです。まあ、こっちは、あの、普通の通常のタバコで、まあ、これが、まあ、マルボロの赤に近い味。で、こっちが、まあ、その、ミディアム的な感じの味だと思われます。で、まあ、メンソール、これメンソールなんですけど、メンソールより僕、ミントですね。うん。メンソールかミント。どちらかというと。で、どちらかというとミントですね。メンソールはもう、ちょっとね、発火がちょっと強いかなっていう感じがするので、うん、ミントですかね。まあ、通常の、これ、この前、その、切れちゃって、まあ、茨城でこれ売ってなくて、これ買いました。マルボロの、これ昔から僕が吸ってた、マルメンライツ。ライツ。でもね、これに慣れてからこっち吸うと、これが本当にまずいです。これがまずく感じます。なんか本当になんか、有害な感じですね。なんか吸ってる時に、その、煙がうわーん、うわーん、うわーん、うわーんみたいになるので、うん。なんかね、なんかですね。まあこれは本当にハマると普通のタバコが多分吸えなくなると思います。まあこのタバコがどれだけやっぱその火を燃やしてその火に対してそのあれをやってるかっていうのはすげえわかります。これに慣れちゃうとこれが本来のタバコの味みたいな感じ。なんだ、なんかそういう感じです。でもこっちは、本当になんかね、煙というかなんだろうな、灰？いや、あの、灰を吸ってる感じです。灰というか、黙々です。はい。まあ結論ですね、タバコは吸うのやめましょう。以上です。